どうも皆さん、これなんだか分かりますか？そうです、ヘリウムガスです。これを吸うことによって声がなんか相川翔みたいな感じになるわけですね。そこで今回このヘリウムガス、鼻から吸っても声は変わるのかどうか試してみたいと思います。それでは早速挑戦してみたいと思います。あ、そういえば自分副鼻腔炎っていう年がら年中鼻水出る病気を犯されてんだった。鼻詰まりできないよこんなん。どうしようどうしよう、これどうしよう、誰か誰か。そう、アトリエ半蔵。どうもアトリエ半蔵です。この鼻から吸ってヘリムガス声変わるかどうかやってくれるのかい？もちろんでしょ。じゃあじゃあ早速お願いします。任せてください。さあ果たしてね、鼻から吸ってうまくできることはできるのか、うまくできることはできるのか。はい、早速半蔵先生よろしくお願いします。今吸ってんのか、今吸ってんのか。ちなみにこのヘリウムガス1回用なんで、一気に吸って悔いの残らないようにどん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 吸ってください。さあものすごい勢いで吸ってます。はい、アトリエ半蔵です。声変わってますか？なんで最初裏返したの？いや、鼻痛くて鼻の奥すごい痛くて鼻で息できなくなっちゃってこれはちょっとわけわからんけかなと思う。なるべく地声でアーって言ってもらえるようにお願いします。はい、アトリエ半蔵です。あ、でもちょっと、はい、ちょっと変わってる気がするな。はい、アドリア安藤です。結果泣かず飛ばず鼻めちゃくちゃ痛いっすよちょっと鼻詰まりで試すことできないよ。どうしよう、これどうしよう、誰か誰か。はい、どうもアトリエ半蔵。アトリエ半蔵です。あ、入ってない入ってない